北欧理事会加盟国を ECD 各国の社会的支出の対 GDP 比北欧の政治における政体は議会制民主主義単一国家である。しかし先進諸国と比して基礎自治体への地方分権が進んでいる。経済システムはノルディックモデルが採用され高負担高福祉の福祉国家となっている。北欧後統制は保守、リベラル、農民、社民、 共産だったものの、最近は保守、キリスト教、リベラル、農民、社民アルファになりつつある。むしろこちらの方が伝統的な身分制議会からの伝統を引き継ぐものだと言える。選挙制度は比例代表制で一員制である。選挙権、非選挙権は18歳以上。任期はいずれも4年である。選挙では大きな政府陣営と、 小さな政府陣営の対立軸で争われる。しかしオイルショック以降は環境政党などが対等してきた。また、ソビエト連邦崩壊後は共産主義政党が透明変更する場合が相次いだ。単独過半数を制する政党が滅多に出ないため常時連立政権である。北欧諸国は政権を争う場合には二陣営に。 分かれるのに対して実際の政権運営は陣営を超えた中道政党による正当性だった。これにより福祉国家の維持拡大が担保されてきた。この中道政党の政策連合が積力連合である。つまり北欧の福祉国家とは労働組合だけではなく自営業者、ホワイトカラー、農家からの要請で成立したのである。裁判制度は 多くの先進諸国と同様に三進制、欧州諸国に一般的に見られる憲法裁判所は存在しないため、意見立法審査権は通常裁判所が有する。北欧諸国の地方自治の特徴は、フリーコミューンといわれる基礎自治体による広範な予算執行権を有することである。先進諸国では都道府県あるいは州のような広域自治体の権限が強いが、 北欧諸国では基礎自治体の方に権限が異常されている。例外はオーランド諸島、グリーンランド、フェロー諸島である。また、先進諸国の場合、自治体への交付金等は、その用途が政府や都道府県や州の厳しい制限下にあるが、北欧諸国では交付金の用途は基礎自治体が自由に決定できる。地方自治における外国人人政権を選挙権。 非選挙権の両方で認めている。労使の組織団体が高度に集権化されており、政労使の交渉の場を形作っている。これが北欧諸国特有のネオコーポラティズムである。政体は共和制、議員内閣制。北欧後統制である。パーセンテージは独立以来の主犯占有率。合計が100%に満たないのは独立時の首相の分である。 アイスランドの政党も参照のこと。議会はアルシングと呼ばれる世界最古のもの。総議席数は63で6の選挙区に分けられる。選挙制度は単純拘束名簿式のドント方式。選挙では大きな政府陣営と小さな政府陣営で争われる。市民運動の立場は歴史が浅いため半然としない。独立以来、 独立党の勢力が強く、北欧諸国の中では、公的部門は相対的に小さいが、先進諸国と比べれば、北欧型の福祉国家であることには、変わりはない。かつては、アメリカ軍の基地問題をめぐって、両陣営が高派と派と派に分裂し、四つともへの選挙と連立交渉が行われたが、冷戦の終了、さらに米軍基地が撤収し、外交安保で、 国民的対立がなくなることに対応して、政界再編が行われ、北欧後統制に落ち着いた。大統領は国民の直接選挙によって選ばれるが、政治的な実権がないため政党の推薦を受けず、政治的な公約も掲げられない。任期は4年。地方裁判所と最高裁判所の2申請。地方裁判所は8カ所ある。 フリーコミューンの導入は1994年に始まった。基礎自治体は98、広域自治体は存在しない。フィンランド領だがスウェーデン語話者が多く、高度な自治が保たれている。自治議会ラグティングを持つ。長年デンマークによる植民地支配が続いていたが、1979年5月に自治政府が発足し、高度な自治権を獲得した。 内閣が議会解散権を有する一員制の議会が31人の議員で構成されており、4年に一度住民からの直接選挙で選出される。北欧後統制である。また、デンマーク本土の議会にもに議席が割り当てられており、グリーンランドの議会とは別に選挙で議員が選出される。自治権は獲得しているものの、地理的にも、 文化的にも離れているデンマークからの独立を求める声が多く、歴代の自治政府首相を選出した政党は、いずれもデンマークからの独立を掲げる左派政党のみである。2014年11月28日に行われた選挙の結果、グリーンランドの議会に議席を有しているのは以下のご政党。パーセンテージは自治政府発足以来の首相占有率。 議員内閣制が採用されており、議会から選出された自治政府首相が行政府を率いる。選挙制度は非公則名簿式比例代表制。北欧理事会に加盟している。政体は立憲君主制、議員内閣制。北欧も統制であったが、オイルショック以降は政党が増えた。2018年9月の選挙で中央の議会に議席を持っているのは、 下記の8政党。パーセンテージは第二次世界大戦後の首相占有率。内は同選挙での得票率。新聞やテレビの国会中継、議会のホームページでは省略型で表記されることが多い。首都ストックホルム郊外のバーレントゥナにて議席を有し、世界で唯一インターネットを通した市民による直接的な政治運営を実現している。 スウェーデンの政府を参照。議会の総議席数は349で310議席を29の選挙区に分けられる。39議席は得票と議席の乖離を防ぐための調整議席である。選挙制度は高速名簿式の修正散ラグ方式。選挙では大きな政府陣営と小さな政府陣営で争われる。左翼党と緑の党は社会民主党に 各外協力している。地方裁判所と高等裁判所と最高裁判所がある。スウェーデンの県ランスティングを参照。フリーコミューンの導入は1984年に始まった。基礎自治体は290。広域自治体は21。地方自治における外国人人政権は1976年に認められた。政体は立憲君主制。 議員内閣制。北欧語統制であったが、オイルショック以降は、政党が急増した。パーセンテージは、第二次世界大戦後の首相占有率。合計が100%に満たないのは、終戦時の無政府状態の分である。議会であるフォルケティングの総議席数は179で、135議席を17の選挙区に分けられる。40議席は得票と議席の乖離を防ぐための、 調整議席である。グリーンランドとフェロー諸島の二大政党に、それぞれ1議席ずつ割り当てられる。選挙制度は、非高速名簿式、単純高速名簿式、厳正高速名簿式を、政党側が選ぶことができる変則的なものである。議席配分は修正ンラグ方式。選挙では、大きな政府陣営と、小さな政府陣営で争われる。社会主義人民党と、 赤力連合は大きな政府陣営に格外協力している。デンマーク国民党は小さな政府陣営に格外協力している。現在は議席を失っているが、キリスト教民主党は小さな政府陣営である。2007年11月13日の総選挙でベンスタを中心とする、中道派連合が94議席、社会民主党を中心とする。 中道左派連合が81議席を獲得した。地方裁判所と高等裁判所と最高裁判所がある。フリーコミューンの導入は1985年に始まった。基礎自治体は271、広域自治体は13だが2007年には基礎自治体は98、広域自治体は5に再編される。自治政府としてグリーンランド、フェロー諸島がある。 地方自治における外国人人政権は1981年に認められた。政体は立憲君主制、議員内閣制、北欧語統制であったが、オイルショック以降は政党が増えた。パーセンテージは第二次世界大戦後の首相占有率。議会は選挙終了後に下院と上院に分割されるが、実質的には一院制と同等である。 総議席数は169で150議席を19の選挙区に分けられる。19議席は得票と議席の乖離を防ぐための調整議席である。自由名簿式の修正三ラング方式。また議会はノーベル平和賞の選定に関与する。選挙では大きな政府陣営と小さな政府陣営で争われる。進歩党は小さな政府陣営に格外協力している。 地方裁判所と高等裁判所と最高裁判所がある。フリーコミューンの導入は1986年に始まった。基礎自治体は431、広域自治体は19。地方自治における外国人人政権は1983年に認められた。政体は共和制。反大統領制と議員内閣制の中間的な形態。 単に議員内閣制に分類する場合も多い。典型的な分局的多党制である。パーセンテージは第二次世界大戦後の大統領選有率。合計が100%に満たないのは終戦時のマンネルヘーム大統領の分である。議会の総議席数は200で199議席を15の選挙区に分けられる。1議席はオーランド諸島に割り当てられる。選挙制度は 非公職名簿式のドント式。選挙では大きな政府陣営と小さな政府陣営で争われない。そのため選挙後の連立交渉の方が重要である。全政権や選挙で激しく争った政党が手のひらを返したように連立を組むことが少なくない。一見すると他の北欧諸国から逸脱しているように見えるが、赤土連合を正式な連立政権としているだけのことであり、 北欧的なるものからの逸脱ではない。大統領は国民の直接選挙によって選ばれる。任期は6年。地方裁判所と高等裁判所と最高裁判所の三審制。フリーコミューンの導入は1989年に始まった。基礎自治体は432。広域自治体は存在しない。自治政府としてオーランド諸島がある。地方自治における 外国人人政権は1992年に認められた。同性結婚も参照。長年ノルウェーやデンマークなどによる支配が続いたが、1948年に自治政府が発足し、高度な自治権を獲得した。一員制の議会が33人の議員で構成されており、4年に一度住民からの直接選挙で選出される。文局的多党制である。また、 デンマーク本土の議会にも2議席が割り当てられており、フェロー諸島の議会とは別に選挙で議員が選出される。自治権は獲得しているものの、第二次世界大戦時イギリスの占領下に置かれた、際の自治経験や、デンマーク本土から地理的に距離があることも、相まって、フェロー諸島共和国としての独立を掲げる政党がある。2011年10月29日に行われた。 選挙の結果、フェロー諸島の議会に議席を有しているのは、以下の名の政党。パーセンテージは、自治政府発足以来の首相占有率。議員内閣制が採用されており、議会から選出された自治政府首相が行政府を率いる。選挙制度は比例代表制。北欧理事会に加盟している。ありがとうございます。